シャルル・フェルディナン・ダルトワは、アルトワ・ハク・シャルルの次男。ベリー公の儀礼称号を有した。19世紀後半のレジティミストたちの象徴となった、シャンボール・ハク・アンリ・ダルトワの父にあたる。1778年に、アルトワ・ハク・シャルルとマリー・テレーズ・ド・サルデーニュの次男として、ベルサイユ宮殿で生まれた。フランス革命が起こると父と共に亡命し、 1792年から1797年にコンデ軍に仕えた。ついでイギリスに渡り、その地で平民女性、エイミー・ブラウンと知り合い、彼女との間に二人の娘を設けた。しかしこれは、教会からも、国王からも認められていない結婚だった。フランスの王政復古がなると父と共に、フランスに戻ったが、ナポレオンの百日天下の際には、 ルイ18世と共に、ヘントに逃れた。1816年に、ノートルダム・ド・パリで、両シチリア王フランチェスコ1世の長女、マリー・カロリーヌと結婚した。彼女との間には4人の子を設けたが、青年に達したのは2人だった。妻との仲は良好であったが、コメディ・フランセーズの女優たちとの常時を続けた。彼は1814年憲章に反対する、反動的応答派であった。 ユルトラと結びついていたため、狂心的なボナッパルト派のバグや、ルイピエール・ルベルによって、1820年2月13日、オペラ座から出てきたところを暗殺された。ルベルは1815年のパリ条約の責任は、ブルボン家にあると考え、血筋を断絶させることを狙ったのである。ただし、ルベルは、死にあたり、行いの許しをこうた。ベリーの遺体は、 サンドに大聖堂に葬られた。死後、非公認の妻、エイミー・ブラウンが出産した二人の娘は、ルイ18世によりそれぞれ、ビエルゾン女伯爵、ディスダン女伯爵とされ、年金を受け取れるようになった。他にも諸子が数名存在する。ありがとうございます。